お疲れ様です。片上エンジンです。ちょっとねキャンプ動画を休憩してこの草刈り機のね修理をしていきます。これ知り合いの農家の方の草刈り機なんですが、このここでねボッキリ折れてしまってます。でこうなってしまえばね、もう草刈り機の買い替えか、このシャフトの交換になると思うんですが、このシャフトがね、この中にこれベアリング入っとるんですよね。中の軸のブレード目のね。なので、まあおそらく注文したらすごく高くなるんじゃないかなと。ね、草刈り機自体が1万9000円とか2万円ぐらいのもんなんで、あんまり修理代がかさむと、その修理する意味がなくなってしまうんで、これを、まあなんとかね、低価格、で修理していきたいと思います。で修理する方法としてはいつものね、アルミのねスクラップをこう溶かして再生したアルミ材、これを使って、修理していきたいなと思います。まあ方法はね太いパイプでそのつなぎ目をこうかぶせて固定してやろうと。でちょっと薄いアルミなんで、それだけでちょっと心配なんで、内側にもこうなんかね軸というかそのスリーブみたいなものをこう差し込んでやってつないでいこうという感じです。でこのねこのハンドルのでこのハンドルの元でね折れているんで、このつなぎ目にこのスリーブをかぶせてやると、このハンドル自体が下がるか、こちらへね、ずれると、ずれてしまうと、位置がね。で、これをどうするか、これもちょっといろいろ考えながらやっていきたいと思います。多分ね、こういう、もう常に使っている道具って、このハンドルの位置がね、10センチ違うだけでだいぶ使いにくかったりすると思うんで、極力ね、その、操作性が変わらないように、やっていきたいかなと思います。ちょっとね、今グリップとりあえずバラしてみたんですが、これって取り付け、これ180度向きを変えてもこれ取り付けできますね。これもともとこっち向きであったシャフトをこうすればこうしてやればね、あこうか、こっち向きか、こうやね。でそしたら10センチぐらいこれグリップ下がるんで、この取り付けを前へずらしてやって、こういうこの金具をこの前向きだったやつをこう後ろ向きにしてやると、これシャフトというかこのグリップ位置あんまり変わらんね。これグリップの位置はこれでいけますね。じゃあもう簡単なんじゃないかな、これスリーブ入れてやってこれ固定してやったらすぐいけますね。よし、じゃあ、この旋盤加工で、このカバーをしていきます。まあ、本当はね、この内部のね軸を中に入れて、でこのスリーブでこの継ぎ目をこう固定してやっただけでもいけるんじゃないかとは思うんですが、まあ、動画的にねやっぱりスリーブ作った方が面白そうなんで、スリーブで固定していきます。草刈り機のねグリップから先が折れてしまうってどういう状況だろうって思ったんですが、こう刈った草をね草刈り機を使ってこう動かしたりとかするんで、あそこに荷がかかって折れるみたいなんで、極力中の軸も長くしてね、応力が集中してまた折れないように、やっていこうかなと思います。
トの中のドライブシャフトは7ミリなんで、穴は8ミリ、8.5 ミリで穴開けます。はい、穴も開いたんで、あとはね、このね、シャフトの中にこうスポットちょうど入るサイズに削っていきます。はい、とりあえず削れました。ちょっとね、切削したらすぐは熱々で膨張しているんで、お水で冷やしてきました。で、これをね、差し込んでみますよ。こう、プスッとね。うん、入ります。ちょうど。あんまりね、ぴったりなんでね、これ、抜けなっていかんので。うん。いけます。で、反対側も削っていきます。はい、できました。はい、とりあえずね、スリーブできました。本当はね、このスリーブをこう内部に入れて、ここで接合して、で、外側にもね、スリーブで押さえようと思っていたんですが、もうここまできっちきちの、ピチピチの寸法でできたんで、これ普通にシャフトを中に入れて、このね、ハンドルの、このガイド、これでこの折れた部分を挟んでやればいけるんじゃないかなっていう気がしてきましたね。まあ回転止めでね、一本こう芋ネジはこう打って固定はするんですが、多分ね、これでいけるね。うん。で、これでちょっと作業してみます。はい、あともう差し込んで固定すれば完成なんですが、今日はもうちょっと遅いんで、続きはまた後日やって。ご視聴ありがとうございました。またね、キャンプ場も作らないといけないんで、どうなるかわからんけど、まあこれをね、間、ちょっとキャンプ場の休憩みたいな感じで、この修理をしていきます。うん、では、後半をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。